はい、えー、それでは監査論の改正論点の担当論文対策第2回目の講義始めていきたいと思います。 えー、今回ねこの改正論点の講義何で2回目取ることになったかというと4月14日に公認会計士監査審査会から発表された内容で大きな衝撃があってね、えー、それに基づいて改正講義を取らなきゃいけなくなったということなんですね。でご存知の方も,多い,かもし多いかと思いますけれども、あのー、4月14日のね会計士監査審査会発表内容のこの出題範囲の用紙についてこれは監査論は特に変更はなかった。 ですね、えー、なので、まあ、あの改正後の品質管理基準、えー、そして、えー、改正後の倫理規則が出るっていうことは、まあ、あの変わらないんですけどもこの衝撃だったのはこれですよ。 令和5年の会計試験論文式試験で配布する法令基準等について確定版で監査論変更がありましたっていうアナウンスが出てですねこれ4月14日の、ね、ホームページですね。でその中身を PDF を見てみるとこれなんですよ監査論の基準でここだけ「監禁法600」「グループ監査における特別な考慮事項」とこうなってたから衝撃だったわけです。昔の監法600は グループ監査というタイトルでしたそれが、えー、グループ監査における特別な考慮事項というのは新たに改正された環境600のことなんですねで、これは実務に無,て無未適応で、えー、適用はまだ先なので出ないんじゃないかというふうに、えー、通常予想していたわけですけれどもここはね、えー、このタイトルだったので新たな改正後の環境600が出題されるということだとただあ何かの間違いじゃないかなと タイトルだけ変えただけで実は古いのが出るんじゃないかなと思って CPAOB に確認したんですけどレクとして確認しましたがやはりこれ新しい環境600が出るということでしたのでこれはね、えー、あの知らないとまずいということで、えー、新たに講義を取ってるわけです。ただ一点ポイントとしてはですねあの600新しい環境600が出題可能性が高いかというと。 決してそう思っているわけじゃないんですよ、ね、そもそも「換気法600」のグループ監査だった時代、ねえー、まあ旧換気法と言いますけども旧換気法600だった時はそんなに出題回数が多いわけではない論点なんです。 ただあの改正後のね環境600があえて出るということですし、えー、出た時にはおそらく基本論点だけが出ると思いますんでね、えー、知らない基本論点だけは知っておいた方がいいというそういう位置づけで撮りますのでまああのそうですね30分満たない程度の動画になると思いますけれども是非ねあの 簡単なな基本的なところだけ押さえていただきたいと思いますただ環境600旧環境600とこの新しい、ね、環境600のグループ監査における特別な考慮事項っていうのはあの大きく考え方が変わってるところありますんでねそこを中心に解説していきたいと思います。はい、ではあ早速レジュメをね、えー、4ページ、えー、作ってありますので、えー、レジュメを見てください。 はい、画面映していきます、えー、環境600、ね、グループ監査からこれグループ監査における特別な考慮事項への改正ということで、えーまあ、あの左側のねこれあの四角の中はあ令和5年論文式で、えー、配布される法令基準集には新しい600が出ますよということでね、まあ、ってことはこれ担当論文この、ね、令和5年の5月担当8月論文は新しい環境600が範囲だと。 で、えー、この600の、ね、改正の経緯は国際監査基準の改定に適合させるためと、まあ、これがあの改定の経緯です。で改正前はあグループ監査はあごめんなさいグループ監査という基準名だったのが改正後はグループ監査における特別な考慮事項という名前があ変更になって名前が変更になってますと。で えー、ポイントとしてはね品質関連の積極的な取り組みということでグループ監査人がグループ財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別評価し評価したリスクに基づいてリスク対応手続きを決定することを強調ということで、あのーまあ、リスクに基づくアプローチなんだと。 もともと監査自体がねリスクアプローチですけどこのグループ監査においてもねリスクに基づくアプローチなんだっていうことを改めてこの環境600で強調している新しい600で強調しているということが一つとまあここもポイントなんですがまあ一応線引きましたからリスクに基づくアプローチとねえーここも一つポイントではありますがその後 これなんですよ大きいところが重要な構成単位っていう概念がね、今までありましたけれどもこの概念が廃止されているとここです、はい、で、それ以外にはグループ監査人と構成単位の監査人の強固な双方向のコミュニケーションが強調されているんですねであと職業的会議審の重要性が強調されているあと他の換気法との連携強化整合性向上ということでまあ、このポイントにがねあるということですね でその下リスクに基づくアプローチの解説を入れてありますが以下の事故に対するグループ監査人の責任により焦点を当てるとで必要に応じて厚生単位の監査人の支援を受けるということがあなんですね。で、えー この下、グループ財務所表全体レベルおよびアサーションレベルのグループ財務所表の重要な虚偽表示リスクの識別評価とまさにねこれ通常の財務所表の全体レベルとアサーションレベルっていったリスク評価関係法315の話がグループ監査でも適用されているということそして評価したリスクに対応するためのリスク対応手続きの立案実施これは関係法330でグループ監査じゃない場合が書いてあるこれをグループ監査にもね適用されるんだってことが より明確になっていいるととうことですねで、えー、十分かつ適切な監査証拠を入手するための適切なアプローチの立案により焦点を当てるんだと。 でどのような作業をどのように誰がどこで実施するかについて十分に検討することが求められるということで、まあ、あの繰り返しになりますけども換気法315とか330のね通常のグループ監査じゃない個別の財務省の監査と同じ考え方がねリスクに基づくアプローチがこのグループ監査でも適用されるんだということです。でこの法法新換気600は適用時期が 大規模監査法人の場合は令和6年2024年4月1日以降を開始する事業年度にかかる財務省表監査からでそうじゃない大規模監査法人じゃない監査事務所監査法人は令和6年の7月1日以降を開始する事業年度の監査からということで適用はまだ先ということになってます。 ちなみにあの左側のね吹き出しに書いておいたんですけども、この早期適用をすることはできるんです、換気法600も。ただ、この新しい換気法600は改正品規法等の内容を前提としているので、改正換気法600を早期適用する場合には、改正品規法も同時に適用することが必要だということでね、えー、まあ、改正品規法もですね、あの例は、 5年、4月1日以降開始する事業年度から適用とかね大規模監査法人以外は令和6年の7月1日以降適用とかね適用時期が先ですけれどもそれもね合わせて早期適用する必要があると。 ということで、まあ、適用時期,時期がいつからなんて問題は出ないと思いますけれどもあのちょっと先なんだということをね、えー、ご理解くださいしかも大規模監査法人と、えー、そうじゃない監査事務所で適用時期が分かれているこれは品質管理基準もそうだし、えー、改正品規法なんかもそうだということになります。はい、でまあここの次にですね2ページ目で具体的な改正内容をね、えー、もう見ていきましょう。 具体的な改正内容改正前のアプローチと改正後のアプローチを比較したものになっていてまず2ページ目では改正前のアプローチこれをですすね見たいいと思いますちょっと画面をねあの一旦引きますので見にくいかもしれないですがあのお手元ねレジュメをダウンロードなりして見ていただくといいんですがまずですね改正前は。 重要な構成単位の概念を利用してたわけですね改正前は重要な構成体の概念を利用してたと。で企業等という単位に着目したアプローチということでこの図で言うとですねあの 上から見てるでこの図は何をイメージしてるかっていうと、まあ、これねあの連結生産表だと思っていただくといいです。で連結生産表で、まあ、左側に勘定科目勘定、まあ、残高って書いてありますけど勘定科目があってあと中期があってねで、えーまあ、中期はなかなか生産表だとちょっとあのイメージ湧かないかもしれないですけども勘定、まあ、科目だと。で親会社があって で構成単位1 2、まあ、子会社1子会社2子会社3子会社4子会社5で単純合算をして連結修正仕分けがあってで連結財務省の数値になると。 いうこととでね連結生産表を考えていただくとでこの時に従前の、まあ、従来の改正前の環境600は、えー、この重要な構成単位に該当するか否かを検討してその重要な構成単位に該当したらね監査をするとか、えー、一部または複数の勘定科目の監査をするとかね監査手続きをやると。そうういったようにこの 構成単位のね、まあ、特に構成単位を企業とというこ,と、ね、この縦方向に着目してじゃあ親会社と構成単位1と3ここが重要な構成単位に該当するからそこで監査をしようというようにこの縦の方向でのアプローチだったんですね。 でえー、とその下、まあ、このね重要な構成単位に選ばれた場合にはこれ過去のね、えー、環境600でご存知だと思いますけども、えー、個別の財務的重要性を有する構成単位として重要な構成単位になった場合は構成単位の財務情報の監査ということで、まあ、フルオーディットというね、えー、まあ全勘定科目の監査ということだった。でグループ財務省にかかる特権リスクが含まれる可能性のある構成単位の場合には以下の作業のうち一つまたは複数ということで、えー、まあ構成単位の財務情報の監査ということでフルオーディットをすることもできる 特定の勘定残高取引種類または開示等の監査をする、えー、あるいは特定の監査手続き、えー、立ち会いだけをやるとかね実査だけをやるとか確認だけをやる、まあ、そういったようなこの3パターンから1つまたは複数を選んで実施とこういうふうに定められてたわけですね。 で重要な構成単位以外の構成単位もちろんね重要な構成単位っていう概念があったので重要な構成単位以外の構成単位っていう話も出てきてこれについてはグルループレベででで分析的手続きを実施とということでしたでそれを実施してもね十分かつ適切な監査条項を入手できない場合には重要な構成単位以外の構成単位から構成単位を選んでそのでさらに以下の作業の種類のうち1つまた複数実施と。 いうことで、えー、財務情報の監査、フルオーディとか、特定の勘定残高、取引種類、中期事項の監査、あるいはここでね、レビューっていうこともあったんですね。レビュー、あるいは特定の手続きと、これが古い話です。で、これは古い話なので、ちょっとサッとやりました。新しくなった換気法600はどうなったかというと、これがですね、三ページ目なんですね。で、改正後、ちょっとあの、あえて色変えましょうかね。えー、改正後は。 重要な構成単位の概念は廃止されましたで、えー、グループ財務諸表の勘定残高取引種類中期事項、ねえー、というレベルに着目したアプローチつまり下の図の,この横方向に着目したアプローチになったということで、えー、前のページとねあの似たような連結生産表をイメージした図なんですけれどもこの親会社 企業または事業単位というふうに書いてある1から5ありますけれどもこの縦で見ていくんじゃなくて横つまり勘定残高1とか2とかね取引種類12とか中期事項12でこれについてこの各勘定科目とか取引種類についてアサーションレベルの重要な虚偽表示リスクが高いかどうかこういったことに着目して横で見ていくと。だから 会社単位、まあ、えー、企業単位っていうかな、えー、従来の企業単位で見ていくんじゃなくて、この感情科目のこの横の視点で見ていくということなんですね。で、えー、重要な構成単位という考えがなく,な,くなって、何かっていうとこの構成単位というね、えー、言葉、これはもう残るんですけども、構成単位って何かというと、ちょっと線引きましょう。構成単位というのは グループ監査における監査手続きの計画及び実施を目的として、グループ監査人により決定されるんですね。グループ監査人、つまり連結財務省の監査人であり、親会社の監査人であるグループ監査人により決定される企業、事業単位、機能もしくは事業活動またはそれらの組み合わせということで、グループ監査人が決める事業単位とか、 えー、機能とか、ね、事業活動それらの組み合わせこれを構成単位と言うんですは、ねえー、ちょっと分かりにくいと思うんでその下例えばグループ内の複数の企業等で活動を集約している場合シェアードサービスセンターを利用している場合これは例えばですけどもここの、ねえー、図でいうと企業または事業単位6っていうねところで親会社と、えー、企業または事業単位の1にこうまたがって。 いるものを企業または事業単位6とこれをねシェアードサービスセンターと思っていただいていいんですね。でこれは例えばあの給与計算をですね親会社とこの企業または事業単位1が一緒に、えー、同じぶとあのところで一括して、えー、給与計算をしているっていうとそれは一つの企業または事業単位まあ事業単位ということでひとまとまりのものとして認識されるでこれを構成単位というふうにあの呼ぶんですね。 なのであの今まで言ったようにあのこの、ねえー、親会社、まあ、あの個別の財務的重要性があるから親会社全体として重要な構成単位だとかそういうふうに考えるんじゃなくてこの例えば取引種類にまあ,あの給与計算っていうことに関して、えー、親会社と企業または事業単位1でまたがっていればそこの部分を一つの構成単位と考えるということでですね、えー、この構成単位という考え方がえー まあ、あの新ししくなりましたでこれなんですねその下見ていくとグループ監査人は。 評価したグループ財務省の重要な虚偽表示リスクに対応するため、やはりね、ここのリスクに、あの、リスク、え、に対するアプローチ、これがですね、あの、リスクに基づくアプローチ、が、あの、強調されていて、重要な虚偽表示リスクに対応するために監査手続きの計画及び実施のための適切な方法を決定し、これです。線引きましょう。職業的専門家としての判断を行使して。 監査の作業を実施する構成単位を決定するということで、あのー、今までみたいに重要な構成単位だから監査をやるっていうんじゃなくて、監査の、ね、作業を実施する構成単位をこの横で見ていって決定すると。だからあのー、親会社だから個別の財務的重要性を有するからあこれは監査をやるとかじゃなくてね、えー 構成単位をどの部分を監査しなきゃいけないのかってことを専門家の判断を行使して決めるということになっています。 グループ監査人は評価した重要な虚偽表示リスクに対応して構成単位において以下のいずれの作業の範囲が適切かを決定する場合があるとこの場合においてそれぞれの作業について構成単位の監査人を関与させることがあるということでまあ,あの子会社のね監査人を関与させることがありますよと。 構成単位の財務情報全体に対するリスク対応手続きの立案実施とか1つまたは複数の取引種類勘定残高または中期事項に対するリスク対応手続きの立案実施特定のリスク対応手続きの実施ということでまああの,あのかつてのねこの右のページ2ページ目にあったこのここですよ個別の財務的重要性を有する構成単位じゃなくて特権リスクがある場合の構成単位については フルオーディットかか、えー、一部の監査か特定の監査手続きをやってましたけどこれと同じだと思っていただいていいです。ね、えー、まああの構成単位に関してねどういう監査手続きをやるかって言ったら。 まあフルオーディットをやるかつまり構成単位の財務情報全体に対するリスク対応手続きをやるか一つまた複数の取引勘定残高中期に対してリスク対応手続きをやるかあるいは特定のリスク対応手続きをやるかっていうね、えー、その従前の,あの特権リスクが識別された重要な構成単位と同じ考え方が取られていると3パターンのどれか一つまた複数をやるんだということになります。 なのでもう一回繰り返しになりますが改正後はあの重要な構成単位がなくなったのと同時に重要な構成単位がないんですから重要な構成単位以外の構成単位という概念もなくなりましたね。あともうちょっと細かいこと言うと重要な構成単位以外の構成単位に対してレビューをやるっていうこの2ページ目で触れたね重要な構成単位以外について えー、それだけでね十分かつ適切な監査情報入手できない場合にはさらに追加で、えー、レビューをやるってこともありましたがこのレビューをやるってことも削除されました、まあ、ちょっとここは細かいからねいいですけどもとにかくあの取引種類勘定残高中期事項まあなので勘定、えーまあ、科目だと思っていただいてね、えーえー、大きな間違いはないですけども一、まあ、つの勘定科目ごとに見ていくと。 ということでどこでどに重要な虚偽表示リスクがあるかあったらそこをね一つの構成単位として、えー、監査をやるか一部の項目の監査をやるかあるいはあ監査手続きをやるかっていうことを判断するんであって会社ごとに判断するわけじゃないんだと、ね、あくまでもこの取引種類勘定、えー、残高中期、えー、この部分に着目をするということが大きな改正で、えー、の一つであります。 えー、一つとなっていますはいえー、そして4ページ目ですね4ページ目はあのー、過去2としてあの監査の作業を実施する厚生体の決定ということでもうちょっと詳しく見ていきますが。 グループ監査人が監査の作業を実施する構成単位を決定するにあたっては例えば以下を考慮して職業的専門家として判断するということでやはりね職業的専門家として判断をするそしてこれ構成単位に関連してこうです。グループ財務諸表におけるアサーションレベルの重要な虚偽表示リスクを生じさせる可能性これのある例えば以下のような事象や状況の内容。 でここを、えー、考慮するんだとで具体的には何かというと新しく設立されたとかまたは買収された企業とか事業体重要な変化が生じた企業とか事業体関連当事者との重要な取引通常の取引過程から外れた重要な取引リスク評価手続きとしてグループレベルで実施した分析的手続きにおいて発見された異常な変動ね、まあ、こういうところをですね考慮してそして えー、監査を実施する構成単位を決めるということなんですね。まあ、必ずね、この新しく設立されたとか買収された企業とか事業単位を必ず、えーあの、監査の作業を実施する構成単位とするか、するってことじゃないんですよ。こういったところは、まあ、あのー、アサシオレベルの重要な競技表示リスクを生じさせる可能性が、まあ、より高い可能性があるんでこういうふうに例示してますけど、必ずね、じゃ、重要な変化が生じた企業とか事業単位だから、えー 監査の作業を実施するいいうわけけじゃないけれども、まあ、往々にして、ね、重要な変化があったとか関連当事者との重要な取引があるとかね通常の取引過程から外れた重要な取引があるこういう場合にはね、まあ、あの職業的専門家として監査の作業を実施するような実施する構成単位になりうるってことで例示されているわけです。 で、えー、と吹き出しでね、えー、下のところこのふ太字だけ線を引いてもらうとグループ監査人がこの構成単位を決めるわけですけども例えばね3つつのの法人を1つの構成単位とと取りり扱う,取り扱うと判断すする場合もありますだからあの何度も言いますけど従前のね会社ごとの一、まあ、つの企業おこれに着目してこの企業が構成単位だとかっていう発想じゃなくてねもう3つのお 法人を一つの、まあ、ひとまとまりの構成単位というふうに扱う場合もあるんだと。ここ,こなんですね。あの、企業等の着に着目するわけじゃないと、あくまでも取引、ええー、残高、取引種類、中期事項、こういった、ああ、ところに着目をするということなんです。で、その後ね、ええ、読みます、えー。グループ財務省における重要な取引種類、勘定残高、または中期事項の構成単位にわたる、まあ、分散の程度ね。 え分散の程度そして、えー、グループ財務省に対する企業または事業単位における資産負債および取引の規模とか内容についても考慮するということでまあ、要はね、えー、取引規模なんかも考慮して、えー、規模が大きいとかね、えー、より複雑だとかそういうところであればあ監査の作業を実施する構成単位になるということになります。あとは グループ財務省における全ての重要な取引種類勘定残高または中期事項に関する十分かつ適切な監査証拠が識別された構成単位の財務情報について計画された監査の作業から入手されると見込めるかどうかということでね、えー、その構成単位として識別したところに、えー、監査作業をするわけですけどもそれをして、えー、十分かつ適切な監査証拠が見込めるかどうか入手が見込めるかどうか、えー、こういったこともですね、えー、考慮すると。 ということなんですねであとは可燃度の監査において構成単位で発見された虚偽表示または内部統制の不備の内容及び範囲、まあ、これをですね、えー、考慮して、えーまあ、例えば可燃度でね、えー、虚偽表示が発,生発見された構成単位であれば、まああのー、今年もね、えー、監査の作業を実施する構成単位とする可能性がありますよね。 あとはグループにわたり共通化された内部統制の内容範囲並びにグループにおける財務報告に関連する活動の集約化の程度およびその方法ということでまあ例えばあのそれこそ先ほど言った給与計算をあのどこかのね事業あのえどこかの構成単位としてまあえごめんなさい事業単位としてえー 共通しててやっていると例えば2 3ページ目もう一回戻りますけどもこの親会社と企業または事業単位の1のここに共通してやっている給与計算があればえここについてもひとまとまりの構成単位とするということで、えー、とにかくあの繰り返しになりますけども会社ごとのね企業等というこの2ページ目にあった縦方向で構成単位を決めるわけではなくて。 この取引種類とか感情残高とかねえ、そこに着目して、えー、構成単位を決めるということになります。はい、なのでえっとまあここのね三ページ目の考え方を、えー、まあ理解しておいていただきたいと思います。 もちろんねこの例えばここで言えば企業または事業単位の3っていうところはこれ企業として一方で、えー、企業または事業単位の5ではこの取引種類2のこの部分だけがね構成単位になるっていうこともありうるわけです、ね。ということで、えー、今までのようにこの企業全体が構成単位になることもあれば、えー、この取引種類2だけが構成単位になることもあれば取引種類2について親会社と 企業または事業単位の1のここの共通した構成単位になることもあるということになります。はい。で、えー、次、3番です、えー。構成単位の監査人の関与というところですね。えー、と基本的な考え方として、監査責任者は業務を実施するための十分かつ適切な業務運営に関する資源が監査チームに適時に割り当てられている、または利用可能であるかについて判断しなくちゃいけないと。 でえー、グループ監査において、えー、資源の一つとして公正単位の監査人が含まれることがあるということで、まあ、要はねしっかりと、あのー、業務をできるかどうか十分な業務をできるかどうかその資源っていうのはまあ時間監査資源ですから時間とかね、えー、人とかそれがちゃんと、えー、確保されてるかを判断するとでその中で資源の一つとして公正単位の監査人が含まれることがあると。 でここ線引きましょう。グループ監査人は構成単位の監査人の関与の内容とか時期範囲を決定ということでえグループ監査人が決めるわけですね。どのの程度構成単位の監査人を関与させるか、ね、内容で時期範囲を決めると。でえー、とちょっとここね新しい、えー、考え方として構成単位の監査人はグループ監査における監査チームの一員だと。 これもねちょっと担当で引っ掛けとか注意してくださいグループ監査における監査チーム一員になります構成単位の監査にはグループ監査における監査チームの一員ですあとですねグループ監査責任者とかグループ監査人は構成単位の監査人の作業に十分かつ適切に関与するとまこれは昔と変わりませんねさらにグループ監査人と構成単位の監査人との間で双方向のコミュニケーションを行うとこれもまあ昔と変わりませんけどねこの辺が強調されていると ということになります、はい、で、えー、と最後重要性の概念まあここも大きく、ね、大きくというかあの今までなかった言葉があの概念としてはあったんですけどもあ新たに定義されたということでこの合算リスクね、えー、ここに書いておきました吹き出しにあるように従来もあった概念なんですけども用語を当てはめた合算リスク線引きましょう。アグリゲーションリスクってね言うんですけども英語だとね 未修正の虚偽表示及び未発見の虚偽表示の合計が財務指標全体としての重要性の基準値を上回る可能性これですね未修正の虚偽表示とか未発見の虚偽表示を合わせると重要,な重要性の基準値を上回るこれを合算リスクという言葉で定義していますだからこれはね別にあのグループ監査だけじゃなくてね通常の監査でも当てはまる概念なんですけども特にこのグループ監査の場合にはこの合算リスク ていうの影響が大きくなるだろうということですねで構成単位の手続き実施上の重要性でこれはグループ監査人が設定するんですけどもこれがなくなったんです従前にあった構成単位の重要性の基準値は設定しない重要性の基準値はなくなりました昔は構成単位の重要性の基準値決めてましたけど構成単位の手続き実施上の重要性を決めるということにとどまって重要性の基準値は設定しない なのでその後ねグループレベルについてもこれ手続き実施上の重要性これを設定します。でグループ監査人が決定しますよということでグループレベルの手続き実施上の重要性っていうねこれを設定することになります。でここの 構成単位の手続き実施上の重要性はガスターリスクに対応するためにグループレベルの手続き実施上の重要性よりも低くなきゃいけないということでね、えー、グループレベルの手続き実施上の重要性よりもとあの構成単位各構成単位ごとの,重要性の基準手続き実施上の重要性を比べるとあと構成単位の手続き実施上の重要性は構成単位ごとに決めますよと。 また個々の構成単位の手続き実施上の重要性の合計はグループレベルの手続き実施上の重要性と一致する必要なくそれを超える場合もあるとで昔の重要性の技術の考え方と一緒で個々の構成単位の手続き実施上の重要性はグループレベルの手続き実施上の重要性を下回る必要がありますけれどもそれぞれ全部を足した場合にはねグループレベルの手続き実施上の重要性は上回ってもいいんだと一致する必要もないんだと。 いうことでこのね、えー、特に構成体の重要性の基準値は設定しないここも大きな改正ですので、えー、知っておいていただきたいとまあ、この程度ですねちょうど30分ぐらいですけれどもあのまさにあのこの部分特に2ページ目のね古いこの「えー 重要ななな構成単位のの概念がなくなって3ページ目のように、ね、この横串を指したような勘定残高取引種類中期事項で見ていってグループ監査人が職業的専門家としての判断で構成単位を決めるとその構成単位について監査あるいはね監査手続きあるいはフルオーディとか一部の勘定科目の監査ということをやっていくということが大きい話。 そして、えー、まあ公正単位の監査人の関与のところではね公正、えー、単位の監査人は監査チームの一員だとグループ監査における監査チームの一員だということ。で、えー、あとは重要性のところで合算リスクという概念そして重要性の基準値構成単位のレベルでは設定しないということ、まあ、ここをね押さえておいていただければと思います。 はいまあもうこれ以上ねあの試験直前でなかなかね、えー、詰め込むのもあまりの意味がないですしこれだけ抑えていればね、えー、まずは十分だということで、えー、まああの、えー、今日今扱ったところだけはね、えー、抑えておいていただきたいと思います。はい えー、それではね、えー、この改正講義これで終わりにします。とにかくね、えっ、ー、とまあ、それほどの重要性はないっていうか、あの重視がめちゃくちゃ高いわけじゃないのでね、えー、この程度にして、えー、今までのね他の論点も含めてしっかりと復習をしておいていただきたいと思います。はい、えー、それではね終わりにしたいと思います。えー、皆さんお疲れ様でした。